こんばんは、速稼塾の久保です。前回ですね、トイレットペーパーの転売とかね、転売のノウハウについてちょっと動画をご覧いただきましてありがとうございました。で、今回はですね、コメントをいただいたんで皆さんにね、これぜひね、共有したいと思います。親戚が愛媛県の大王製紙に勤めていて、昨日 YouTube でトイレットペーパーが品切れ続出の動画や転売屋が出現していてびっくりしたと LINE してきましたと。で、うちは衛生用紙を中国やインドネシアなどのアジアの海外工場でも現地生産している会社で、エリエールブランドで有名と。会社概要をウィキペディアで見てもらったらわかるんですが、毎日膨大な製品を全国のあらゆるお得意様に出荷している。買い占めは以前オイルショックで経験したことあるけど、絶対品切れを起こすような製造量じゃないですよと。毎日コンスタントに製造していて、マスクが品切れしているのかと訳が違うと言っていました。要するにマスクが品切れしているのと同じレベルで測るなってことなんですよね。トイレットペーパーなりティッシュペーパーっていうのは、このね、大王製紙さんですかね、もう猛烈に作ってるんで品切れしないですよっていうふうに言ってくださってます。で、ウィキペディアの方を見てみると、やっぱり大王製紙さんね、やっぱりすごいですね。常にこういった生活必需品である基本的な、ここに書いてますけど、エリエールとかね、グーンとかアテントとか、そのおむつですよね、ああいったものは品切れしないようにやってるということなので、強い意識と責任感をね、持ってやってくださってますね。で、全然品切れしないですから。なんで品切れするように見えるかっていうと、皆さんが殺到して買うからなんですよ。これ消費者のせいですね。全然大丈夫なんで。で、ティッシュペーパーとか、なんですか、トイレットペーパーですか、すごいかさばるでしょ。かさばる上にあんまり金額いかないんで、売り場から全部、ね、棚板が見えるぐらい買い漁ることって簡単なんですよ。1万円持ってったら誰でもですね、もう品切れを起こさすことできるんですよ。ですんで、何回も言いますけども、転売クジラっていうのがいるんですよ。もう1回の買い物が資金100万円とか持っていく人が全国にいて、でグループ組んでるんですよね。でグループ組んで、こういった騒ぎに乗じて、よし、トイレットペーパーを買い占めてみようぜって。そしたら多分トイレットペーパーが値上がりするから、その時売ろうぜみたいな、こうやるんですよ、これを。で、全国 の選んだね、店舗数って多くないんですよ。せいぜい全国で100店舗同時に、10万円ずつ買うわけですよ。したらどこでも売り切れにみたいに見えるわけですよね。で、それを見た、一般の方がやばいと思って全国でブワッと買うんで、あとはほっといてもあちこちで品切れを瞬間的に起こして高値をつけるっていう形で売り抜けるんですよ。だから載せられちゃダメなんですよ。だからトイレットペーパーが売り切れると、その動画をいっぱい作る人もいるんですよ。で、それ組んでるんですよね。買い占める人、要するに転売屋さんと転売系 YouTuber っていうのが組んでいて、で全部じゃないですよ、全部じゃないんですけども、で上手に演出するんですよ。転売でこれから買い占めるから、要するに指定ですよね、クジラみたいに暗号通貨で言ったら、商品を買い占めたその瞬間動画を撮って、その動画を、編集して流す。しかもそれをね、クラウドワークスとかで品切れ起こした動画をいっぱい作ってくださいって依頼するんですよ。そうするとね、簡単に数千円とかで作ってくれるんですよね、クラウドワークスで働いてる人って。そうなると、品切れを起こした各自治体とかね、地方のスーパーとか、全国で100店舗ぐらいの動画すぐできるんですよ。で、全国で品切れしてるのに見えるから、それをバーッとリリースすることによって、それに乗っかる一般の YouTuber さんがアクセス稼ぎたいから、今品切れしてるみたいですよと。で、食料の備蓄しておきましょうみたいなやつをまた作るんですよ、これを。だからこれは、ね、作られたブームなんですよ。作られたブームにいつも乗せられて、本当は大手のマスコミがこれをやっていたんですけども、それをね、悪いところはね、YouTuber とか転売屋が真似する人がいるんですよ、自分の利益のために。しょうがないです。自分の利益のために生きてる人は、それは普通の人なんで。しょうがないですね。で、しかもこの今私がお話したスキームを情報商材としてまとめて、なんとか塾で50万とかで売る人がいるわけですよ。だから一番賢いのはそこです。自分では転売に関わらずに、転売のノウハウを作り上げて、そういったトレンドを作り上げるようなね、商材にしてそれを売ると。で、それを買ってきてまとも、真に受けてやる人がいるわけなんですよね。まあそんな感じで、今回ね、大王製紙さんのこともね、お知らせしてくださる方がいましたんで、もう心配ないということです。で、トイレットペーパーはね、ウォシュレットにしてください、ウォシュレットに。もうトイレットペーパー、ペーパー使わなくていいですよ、ウォシュレット。で、おむつはなくなったら、古いね、シャツとかをこう切って、布でやればいいんですよ。ね、私の母も布でやってましたからね、私は布で育ちましたから、その紙のおむつなんて最近でしょ。
マスクだって紙は細菌ですよ。だから便利なものから始めると便利なものだけしか使えなくなっちゃうんで、不便な人間になりますからね。ご用心。